のわがまま、ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る、森に林に響きながら、走れそうに今回はクリスマススペシャルということで、なんとサイコロトークをやっちゃおうかなと。じゃあサイコロトークに必要なサイコロをね、あすみさん出していただきますか。でん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 。いやしたー。はい、このサイコロにですね、トークテーマが書いてありましてですね、これをね、一人ずつ投げて、はい、トークテーマに従って、トークをしていて、カタトークしようかなと。カタトークしようかなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでですね、まずあれですね、5分間の間にどん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 この目をサイコロ振ってですね、そのトークテーマをドーッと回していただいてですね、最初はかぶらないようにしながらですね、回していただいて、はい、あんまよくわかんないですけど、やりながらやりましょう。では順番ですけども、もうなんとなく決めました。はい、最初、はい、アンサー、はい、よし、二番手、はい、三番手、はい、四番手、五番手、よし、はい、やりましょう。よし、最初に行きましょうか。5分間しかないんでね。どん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 サクサクいこう。行きますよ。はい、はい。はい、もらったプレゼントで一番嬉しかったものは何でしょう。ね、保育園の時にもらったね、あのね、お化け城脱出ゲーム。立体になってるんだけど、それになんかこう球を転がして、なんかアトラクションでこうなんかジャンプジャンプとかやって、でそのお化け城をなんかいろんなからくりをくぐり抜け、最後にそのお城を抜け出す。子供の頃には最高だね。楽しい。さあ、はい、次行ってみましょう。はい、はいはい、僕です。はい、外れ。聞いたことですね。何が外れって聞いたことです。あ、出ました。お家にあったツリーの大きさを表してください。家にあったそれ出しちゃうの。それ出さない方がいいんじゃないの。カンペ出しちゃう。カンペ出ました、うん、うちにはね、ツリーなかったかもね。いや、じゃあ保育は、保育にあった、まあ、保育、うん、じゃあ保育で、まあ、わらび座にあったのはね、もう本当木にやって木に見えない。はい、以上。じゃあ次私いきます。はい、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 サンタさんをいつまで信じていたか。はい、はい、そうですね、僕はサンタさん小学校の高学年ぐらいまで信じてましたね。なんでなんで。ですね、それはですね、小学生の後半ぐらいからちょっと誕生日プレゼントじゃないや、クリスマスプレゼントが雑になってて、雑に、そう、最後は鉛筆2本ぐらいになったんですね。それで、クリスマスプレゼントはって言ったら、お年玉で買えばって、はい。切ない。切ないね、切ない。切ない。はい、次私です。家庭事情。スペシャルでしたよね。じゃあ、はい、スペシャル何でしょうか。はい、どうぞ。20秒で
トナカイの絵を描いてください。一番いいと思ったね。20秒だよ。いきますよ。はい、よーい、スタート。トナカイ、いい。ガーッてだからね。うまい。ねー。お、なんか。でも逆だな、これ。あ、逆。いいから入って。あれ、なんかこんな。お、てか、なんか。俺どの風にしてよ、なんか。かっこいいよ。なんか、面白くなってた。そのいいね。いいね。その目がいいよね。こんな。あー、あー。あ、でも、ちゃんと見える。体、体。あ、できた。仲良いでーす。絵描けるんですね。わ、ひどいこと言った今。ひどいこと言ったな。かけまーす。はい、はい、はい。あと何が残ってんだろう。あ、なんか、なんか。あ、じゃあ、おー。はい、もう出て。永遠のクリスマス。それぞれのお家のクリスマス。どんな、どういうこと、どういうクリスマス。あ、自分のお家、どんなクリスマス。うちはね、ご飯をね、食べるんですけど、おじいちゃんおばあちゃんですと、あの、スパゲッティをね、あの、いっぱい茹でるんですよ。500グラムとか一気に茹でちゃって、で、それを真ん中にドンと置いて、あの、ネタをこう、小皿に置いとくんですよ。あの、たらことか、ミートソースとか、ソースね、海苔、ソースね、ソース、そう、それを、あの、みんなこう、取って食べるっていう楽しい回です。二周目いきましょう。はい、はい、はい、いきましょう。はい。スペシャルこれだよな。あ、同じ。20秒で。トナカイの絵を描く。トナカイですか。トナカイで。いきます。トナカイ。でも、いいんじゃない。やっぱり。描き方が違う。いい。ああ。角の向きが。クワガタみたいな。そうだ。すげえ。ああ、すごい。はい。はい。アンズさんのトナカイ。うますぎるでしょ。すごいよ。こっちか。こっちだ。はい。盛り上がりましたが、なんと5分経ってしまいました。嘘。早い。ということで、以上がクリスマス、え、何々。なんか出てきた。クリスマススペシャル的な感じになっていないので、一番トークが面白くなかった人を指差し、その人がクリスマスにちなんだ絵を視聴者の皆さんにプレゼント。これは怖い。なんか話してない人ずるいっすよ。みんな話した。みんな喋ったじゃん。書いたけど、面白さ。そうだよな。どうしよう。指さすんだよね。はい、じゃあ、行きましょうか。決まりました？せーので行きましょう。せーの。はい。ちょっと、なんでよ。ほら、家族の温かさは出たけど、面白くはない。お腹減ったし。厳しい。お腹減ったし。すごい吸った。でも、これ今じゃなくていいじゃん。後日ね。じゃあ、発想を、じゃあ何？皆さんの応募方法を。あ、応募方法。からお願いします。0141113。秋田県仙北市田沢小卒田あざ早稲田430風の又三郎チーム宛てまで、送ってください。ここまで、はい、よろしくお願い。頑張って書きます。何名様ですか。これもね、これ1名様ですよ。そうだね、これも安部さんの。これ入ってきた。入ってきて。やばいないやばい。いや、これはあった方がいいよ。完成させて。それかわいい。このままで。いや、で、だからまあ、ガハン。サイン書いて。そうですね。そうですね。はい、いいですか、皆さん。はい。なんとね、あっという間にクリスマススペシャル。まあでもちょっとスペシャル感が出たんで。ちょっとね。出てない。もうちょっと、もうちょっとスペシャル感、まあいいか。じゃあ次。うん、そうだな。じゃあちょっと。次ね。もうちょっとじゃあスペシャル感出しちゃう？しようよ。オッケー。行こうか。じゃあ飛んで、スペシャル感を出したいと思います。無理やりですね。メリークリスマス。もうちょっと楽しみが楽しみ。得意の私よりも少しだ。クリスマスプレゼントお楽しみに。プレゼントしお楽しみに。毎回恒例のわらび座公演情報。
回はですね、正月の1、2、3と三が日、はい、わらび劇場の新春顔見せ、そしてミュージカル為蔵さんの公演が行われます。僕たちもその顔見せの公演には、はい、出演しますので、ぜひわらび劇場の方へお越しください。それから12月31日から1月3日までは、うん、わらび座のお正月ということで、もうわらび座に芸術村に来ていただけると、いろんなところでですね、いろんなイベントがありますので、はい、僕たちもいろんなところに出現いたしますので、ぜひ秋田まで来ていただければと思います。待ってまーす。待ってまーす。おーっとー、ちょっとスペシャルなの、スペシャルなの、スペシャルだから、もうちょっとやっちゃう、やるやるやる、ダメダメが、あ、ダメ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 という、ダメだということで、ダメだったか。はい、次回は2016年の1月8日に新春スペシャルですか、これも。そうですね、クリスマススペシャルの次は新春スペシャルということで、ね、まだちょっと企画内容はまだこれからちょっと、ね、楽しみにとっていれば、まあ、雪をうまく使っていきたいななんてね、思っておりますけれども、はい、ぜひお楽しみにしていただければと思います。それではクリスマススペシャル、この辺でお別れということで、皆さん、はいはい、良いお年を。